徳島県道15号徳島吉野線は、徳島県徳島市から、淡市に至る県道である。徳島市から吉野川に沿って西へ、淡市と続く延長約25キロメートルの道路である。その大部分が、徳島市西部から、明財郡石井町まで、吉野川の南岸堤防の上に設置されている。そこから吉野川を高瀬潜水橋で渡って、北岸堤防の下をしばらく進む。 徳島県道15号板野郡上板町ゼブで撮影。大部分が堤防沿いを走ることから交差する道路が少なく信号機が少ない。さらに、見通しが良く信号のない区間も長いことなどから制限速度をかなり超える速度で通行する車両が多い。おおむね時速 70km 程度で流れている。このため、速度取り締まりが頻繁に行われている。 起点から大坪交差点までは東行き一方、通行のため、終点方向への前線走破はできない。また、その大坪交差点は立体交差となっており、連絡路に入ると左折以外は禁止、また、県道39号からは右折禁止である。吉野川を渡る高瀬橋は、吉野川ではいくつか見られる欄干のない潜水橋の一つである。 橋は普通車1から1.5台分強の道幅であり、橋上でのすれ違いは不可能である。なお、橋の両側には対比スペースが用意されている。橋の両側にある看板にも表示されている。ありがとうございます。